ビキちゃんがニューヨーク行くの止めないと。ニューヨーク行きの搭乗口。すいません、すいません、すげえ人だ。ミキちゃん、ニューヨーク行くな。いった、ちょ、なんすか、危ないな。すいません、割り込んでしまって。元カノであるミキちゃんをニューヨーク行くのを止めないといけないんです。 あなたもえここにいたし、みんなミキちゃんニューヨーク行くの止めに来たんだから。そうなんすか。割り込まないで。割り込む、あ、列すげえできてる。僕85番ね。85番、なんかその次だから86番。86番、ミキちゃんがニューヨーク行くの止めに来ただけなのに、何この状況。夢。今30番まで終わってんだけど、そこまでみんなダメだったってことなのに。でもよかったよ、だって逆にさ、OK の人だ、さ、そこで終わっちゃうじゃん。あ、めちゃくちゃ笑ってる。なんでっていうか、なんだよミキちゃん、そんな女だったのかよ。こんな男100人ぐらい並ばしてさ。お疲れお疲れ。どうだった、あったかい、なんて聞いてくるの。あー、なんでニューヨーク行ってほしくなかった、今日聞いてくるんだ、ありがとう。オーディションみたいになってる。なにこれ。ちょっと聞きたいんですけど、僕半年前までミキちゃんと1年間付き合ってたんですよ。もうで、強っ。1年でしょ、はい、結構ハマってんな。ちなみにどういう関係なの。あ、僕は大学生の時に1週間だけ。弱っ。よくそれで来れましたねと思うじゃん。ああ、夏の終わりの1週間。あ、一生忘れられない思い出のやつだ。強っ、その1週間は強いな。やべえな。いやでもあなたも十分強いですよ。え、そうっすか。ああ、僕の見解だとどっちかですね。え、マジっすか。僕の85番かあなたの86番、どっちか。あ、本当ですか。でもあなたの方でもハマってるっぽいけどな。あ、本当ですか。どっちが勝っても恨みっこなしですからね。73番の人に決定しました。ちょっと、なんすかその顔、なんすかあんたの見解。っていうかミキちゃん、俺半年前まで付き合ってたよね。何73番誰こいつ。あ、今の彼氏。今からいるんかい。今からいるんだ。でも俺絶対に諦めないですからね。結婚式当日にミキちゃん奪い去ってありますよ、ちょっと待ったって言ってね。多分それもみんな並ぶと思うんですよ。それにもみんな行くんかい。